岡田遺跡説明看板岡田遺跡は、神奈川県高座郡寒川町で発掘された、縄文時代中期の集落遺跡。特別史跡の三内丸山遺跡に匹敵する、日本最大級の縄文遺跡である。相模川の支流である目くじり川と小出川に挟まれた、標高24メートルの相模や大地城に位置し、当時は、遺跡南方の大地疎にあたる寒川駅周辺まで、異例であった。 1982年に県営住宅の建て替え工事に伴い発掘され、以降1989年までのべ9回発掘調査が行われた。その結果、大型コンテナ約800箱分となる膨大な量の土器が出土。発掘調査区域だけでも言うに500件を超える縄文時代中期の巨大集落死が確認され、未調査区域を含めると推定で1000件から1500件に、 登る日本最大級の縄文遺跡であることが判明した。しかし、遺跡は発掘調査後に埋め戻してしまったため、史跡指定することができなくなってしまったが、今後、新たに未調査区域を発掘調査した場合、史跡指定される可能性がある。現在、発掘された土器や石器等の一部は、寒川町文化財学習センターか、寒川神社の片特資料館で見ることができる。 総量、大型コンテナ約800箱。サムカワ長文化財学習センターで保管されている。種類、深鉢、鳥手付け河原家、有効ば付け河原家、大付け形河原家、釣り手時などが出土している。特徴、釣り手時が少なくとも3点確認された。総量、19118点種類、打声積譜4776点。 積水3446点。積水は、種として、網おもりとして使用されたと推測される。3つの集落市から、計3点の釣り手時が出土した。特に、A 集落市から出土した1点は、神奈川県内では3例、全国で58例と比較的出土数が少ない釣り手時であり、3面がほぼ同じ形をしている釣り手時は、 全国的に例が少なく希少性が高い。この釣り手時は、サムカワ町指定重要文化財に指定され、サムカワ町文化財学習センターのキャラクターである、釣り手くんのモデルとなっている。ありがとうございます。